こんばんはオードリーの若林です。マヤネルカスミ。よろしくお願いいたします。一つよしなり。あのうだいぶ寒くなってきたよね。ああもう寒いですね。夜とかね。もう冬です。あれさいつもさあ冬ね。もう冬。でもまあまあ T シャツ着てるけどね今ね。室内だからねやっぱね。 ドームはイン余韻ティー着てますけどね全然売れてないねおなじみのまあでもこの先まだわかんないけどまあでも秋じゃないよな秋ではないもう冬です冬だよな今年は春夏冬です秋はなか秋はないねいやまあ結果もういいよそのなんかちょっと外して言うやついや外してね 本当にそうじゃないな論争を起こそうとしてるのかな一気に寒いからね徐々にっていうのがなく一気に寒極端だな極端だなっつて寝てる時ってベッドで寝てんのベッドで寝てますえ奥さんと同じ部屋でまあだからそのダブルでああダブルで寝てでもさダブルで寝てさお子さんはどうやって寝てんの下 に、うんうん、なんかこう敷布団、この敷布団みたいな感じ。あ,<ー>あ、敷布団じゃなく、なんかマット、エアー。あのー、そう、南原さんにいただいた。なんかこう、マットレスみたいな。カタログをいただいたじゃないですか。<ー>ね。あのプレゼン。ね、いただいたあん中から。<ー>なんか、いいマットレス。 マットレスの下のスポンジみたいなあれをいただいたやつをでもさ夜さプロスピとかやってハイボール飲んでさ先にさ奥さんとさ娘が寝てるとこにさ入ってくんだよねお前がそうだねだからしかも一番壁側だから私はポジションがたこと久美さんをこうまたいで乗り越えてワンツーっまたいで壁際もギリギリに <laughs> 滑り込でね今の時期はもうあのもうあの掛け布団をさ毛布と掛け布団であの寝てるからねそこのねどっかしらにねチャチャがいるのよああそっか夏はそのねなんかタオルケット1枚とか チャチャがいるところが分かるわけ暗い中でもちょっとこんもりしてるから今はもうわかんないのよチャチャがチャチャがどこに潜んでるのか踏んづけたらやっぱりね命にかかるからちっちゃいからそれをなんとかこう探りながら当てずっぽうで足をこうそうだよねチャチャに触っちゃったらチャチャって反応しちゃうね反応するももう布団からねあのとんでない ほえるんだ吠え声でそれは眠りを邪魔したからそうやっぱり驚きもあるんじゃない眠りを覚ましたと覚ましたとあるよがっつりじゃないけどだからあの尻尾ぐらいさやべえってちょっと触ったらすぐ吠えるから吠えるからうちのチャちゃんは寝てるところああやっぱそうやってそういうふうに訓練されてるんでしょいやいやしつけてないわそうなのない方がありがたいからどこにそのそのその 杭が打ってあるのそのャち,ちゃんのだから分かんないのよ分かんないのうん<ー>分,か分かんないどこにいるかうん繋いでないからねははいはい,はい、はい、フ,リフリーにさしてるからあ繋いでないの、ね、繋いでない杭なんかさしてるわけないじゃんだよ、うん、ベッドのところに。<laughs> 木の杭を。木の杭って。刺してるわけじゃない。刺してるの家の中で刺さないでしょ。外、外犬で外犬の。いや、わかんない。その文化マジや飼ってないから。飼ってないから。で、チャチャも、あの、必ずここってことがないのよ。うん。パッと見のクミさんのその枕の横にね、うん。そのツ尾もクミさんのこの、ほっぺたにこうつけながら、はい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 。寝てたりなとか。ま、カスがやったり許されない許されないよ。チャチャがやったをね。うん。 <laughs> クミさんの。うん。ほっぺたにくっつけて、うん。寝る寝て。寝るなんて。って。<laughs> <laughs> <laughs> でもそういうことだからね。服なんか着てないから。からあ、乗り越え、でもなんかその。どこにいるかわかんない。夜起こさないように、うん、みんなを。うん。 行くわけ、ちょっと酔っ払った春日が。そうだね。ちょっと高いから、そのベントが。もうそらそうだよね。そうだね。高さあるからさ。はいはいはい。危ないよね。へぇー。っていうギャンブルもあしいや、なんかさ、今日、しくじり先生のさ、オープニングでさ、まあ、アルピーとさ、澤部とさ、吉村なわけじゃもうさ、なんか、もうおしっこ話になっちゃって、盛り上がっちゃって。何よ。いや、なんか、 平子さんが、なんか最近なんか結構、もう、残尿とかじゃなくて、もう残尿の量じゃなくて、もうほんと、さっきトイレに行って、 と同いや、もう、それはもうなんかもう、おもらしじゃん。本業がいってるとか、メイン。もう、本業2回になっちゃって、で、あ、本業だなって思っても止めないっていう話になっちゃって、なんかもう、おしっこ話で盛り上がっちゃって、おじさん芸人。ああ、それぞれなんかあるんだ、そう。そう。人人ネタぐらい持ってんだね。そう、みんなで、澤部はさすがにまだそこまでじゃないけど、なんかちょっとトイレが近くなってきた感じはあるみたいな。で、俺はほら、 そうなってくるとさ、うん、あの、マイルームションベンの話昨日。そう<を>とっておきがあって、一番ね、でかい武器持ってんじゃな <laughs> しなきゃいけないから。マイルームションベンだ、あれはだよ。あれなんだったんだろうな、マイルームションベン。ま、あいろいろだから、なんかね、いろいろ考えなきゃいけない時期だったりとかしてたわけでしょ、うん、関係あったのかないや、あったまあ、ストレスじゃないけど。 ねえ。だから、容量が残ってなかったら、その尿に。<ー> <laughs> 自分の中の体のなんかある多分ギガが。はい,はいはいはい。<laughs> それがもう足りてないから、尿の方には避けなかったんじゃないその容量 <laughs> じゃないと考えられないじゃない一回分したからな あれ。いやー、それも、だからすごいよ、ね。チャチャと同じようなことしちゃってさ。チャチャは本当に、あのー、トイレシートでするからね。ああ<ー>夜でも。夜でも。え、夜で,でも、スーって開けて出てくるいや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 。を開けて。隙じゃないし、まず。和室に寝てないからね。うじゃないから。で,でも、ノブ開けて出てるノブじゃないけど、ちょっとだけ開いてんのよ。うん。 あのー、ばっちり締めてない。ちゃちゃ用にちゃちゃ用、うん、ちゃちゃ用にというか、うん。なんか、コードとかが部屋から出てるから。うんうんうん。<の>なんだよ、そのコード。<laughs> いやい、部屋、寝る部屋の中の,あのコンセント、うん、プラグうん。もう足りなくて。<laughs> <laughs> 今ほら。生活感だなあの、掃除機もね、充電器もそこだから。とか、あと、貸した、あの、除湿、あの、何空気清浄機とか。うん。あの、寝んなお前、除湿と、お前。寝る部屋。に除湿なんかするやついるかよ。あの、空気清浄機と、あと、寝る部屋にもね、あの、テレビが置いてあんのよ。あの、むつみで使ってたテレビが。寝る部屋にも置いてあるのうん。それはなんでいや、寝ながら野球とか見たいじゃん。 見れないじゃん、家族のやつたら。まあそうだけど、一人の時とか。あとあの、向こうで、メインの方で、クみさんがなんか、韓流ドラマ見てるみたいな、時にこっちで見た野球とかあと、プレステ、プレイステーション4もつないでるしね。あー、そでそっちでゲームやったりとか、あと、レコーダーもあるから、むつみから使ってる。むつみの時に、録画したやつとかまだ残ってるから、ノンフィクションとかさ。それをたまーにこう。いや、たまに見ないだろ、それ。6年前ぐらい そう。もう、更新されないから。ド見たりとか。そうするとね、あの、加湿器ね、今ね。加湿器の刺すところがなくてさ。部屋の外の廊下に刺してるから。部屋からコードを。から繋いでるから。う、繋いでるから。だからドアが完全に閉まんないのよ。ガチャっとなんないそれをだから、ちゃちゃはこう、スーッとね、開けて。 出て行って、あの、向こうのね、うん、今にある方の、シートの方でして、えー、またもう一回ちょっと水飲んでね、帰ってくれま <laughs> <laughs> ついでに水も <laughs>。 ちょ、ちょ、ちょ、飲んで、帰ってきてまたね。別にそこはいいじゃん。<laughs> 別に、ちゃんちゃんのやり方でやらせてあげないああ、もう効率、効率考えてんだなら犬、犬をも、犬をな,なるほど、なるほど。証明したから、ついでにちょっとね。あるじゃん、冷蔵庫開けてちょっと水飲んで帰ってくるみたいな。はい,はい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 。じじいは。はいはい。みたいなので、ちょっと水飲んで。で、その中あなんかその残尿の話で盛り上がっちゃって、今日。うん。それさ残尿はないの、数がは。 残はね、そこまでね、あの、ない。ちょっとその、おパンツが濡れるぐらいの。残尿じゃね。あれっつって。いやいや、そのレベルじゃさ、勝負、リング上がれないじゃその、ね、マイルムション弁とか、平子さんの本業がもう一発なんて。平こさんは。レベルじゃないから、そこまでいってないから。平子さんは、なんか寝てるときにちょっと漏らしちゃって、なんか、トイレに起きて、 起き、トイレに起きるよりも先にちょっと出ちゃっててうん、うん。で。<laughs> もう結構、本業に近いぐらい出てるから、うん、朝起きた時に水飲むふりして、それこぼして、全部濡らしちゃって感じで、なんかこう、なんかこう、リセットしてるっていうか、薄めてるみたいよ。<laughs> なるほどね。うんうん、うん、バレてると思うけどな、それもでも。あ、そうそんなね、おかみさんには。うんうん、そこまでのレベルじゃないから、うん、ちょっと収録前に行くじゃない、うんうん、で、スタジオ入ったぐらいで、うん、あ、ちょっと、あの、うん、太ももに。 冷たい布が当たるな。結構出てる。いや、だから、そう、ね。でも、そんな人に伝えられないさ。なんか、もっとこう、ズボンの色変わるぐらい出ちゃってればさ。白だしな、大概白だしね。ちょっとこう濡れてて、ちょっとこう、ポジション取やっぱだ歳だよね、残業で。筋肉なのかなそうなんじゃないで、まあ、残はそうでもないけど、前も話したと思うけど、その尿の、 センサー感知センサーがやっぱおかしくなってるよね。えどういうことだから収録前とかにちょっと行個う、っとこうと思って、ここから2時間あるから、うん。そんな別に出ないと思うけど、う行っとこうみたいな感じで行ったら、その、うん。全然その一本ネタぐらい出るっていうね、その、あー。本業ぐらい。うん。うこんなに、あの、出るんだ。あー。普通にもう、以前だったらもう、ちょっと、ねえ。 トイレ行かないと、まずいっていう。あ,あ、センサーが鈍くなってる。そう。うん<ー>。したい、したくないっていうセンサーが。ーもう満杯ですか、ですよ、うん、とかのセンサーが、うん。もう狂ってきてるんだね。うん。うん。うん、まあ、うん、だから一応言っとこうかで、うん。満杯ぐらい出るのよ。はぁ、それは俺ねえなだから怖いの、自分の感覚。だから絶対言っとかないと。うん、う,んうん。 いや、子供のさ、おむつとか変えてるからさ、結構さ、あ、こんなに吸うんだって思うの、おむつを。はい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 。そう、だからなんか、俺はもう、あの、ボクサーパンツの残尿を受け止める部分が、だけが、なんかちょっと欲しいんだよね。ああ、なるほど。なんて言えばいいんだろうな。その、ついてる感じ、その、 そう、あの、なんかこう、導入、導入かもともとついてるは難しいから、売ってんのかな、うん、探したらあ。でも売ってんじゃないの売そのかな残尿受け。いや、本当、うん、本当に変な話になるけど、うん、こんなに残尿が出るんだったら、もうおむつ入っちゃおうかなって思ったことあるのよ。うん <laughs> きっとおむつがすごい進化してるとで調べたことあんの。めっちゃ薄い。もう絶対おむつってばれ、ばれないし、ローライズの、その、ローライズの、あの、おむつが売ってんのね、今。えー、なんかもうブリーフみたいな感じでそうかもしれない。ああ、ブリーフ。全然普通の私服着てもばれませんよっておむつがだから、こもうこんなに残念でんのはおむつは入っちゃおうかなって調べたら、売ってんのよ。そこまでじゃないから、なんかちょっとなんて っていうかなんかこう、ファールカップみたいな形になってる、あのサイズのおむつ。ファールカップおむつが <laughs> うん、うん、売り出されたら、もう入れちゃおうかなって思ってんだよね。よね <laughs> なるへそう。<ー>簡易トイレみたいな、ね、う,んうん。それだじゃあ、さ佐藤水が開発できんじゃないのトイレ。<laughs> 博士から。簡易。え残業博士ではないじゃん。<laughs> あ、そうか。ちゃんとする人用のことしか考えてないからさ。だから、携帯トイレの、うん、よくあるじゃない車の中でしたくなったらね。うんうん あの、時用のなんかちょっとした袋みたいなさ、うんうん、ああいうのの、うん、あれをもっとも,もっともっとさ、うんうん、小型化して、うんうん、こう。 ファルカップみたいなやつって。なんかさすごい変な話だけどさああいうさドトールとかさタリーズにいてさ比較的若いお客さんが多い店舗でさトイレ待ちみたいにしてたらさなんかこう最先端の若者がさそれこそエアポッツとかさなんかちょっと最先端っぽい人たちがさ 明らかにうんこして出てくるときに思うときあるんだよね。なんか、うんこだけはもう全然進化してないんだな。うん、みんな、<laughs> みんなうんこすんだなって思うときあるのよ。 なれそう。わかるわかるわかる。転送されてもいいもんね。今の技術だったらね。そうそう。な、クラウドにおしっこ食べれないのかな。<laughs> うん、だからそういうさ。<laughs> クラウドがトイレだっていう話なんだけど。だからそれを実でやんなきゃいけないわけじゃない。い実で行動をしなきゃいけないわけじゃん。トイレまで行って。だから今こうやって喋ってる時も、今俺がおしっこばーって一回分したったら、クラウドに一回保存して、<laughs> うん、で、そのトイレに行ってクラウドからおしっこを下ろしてくることとかできねえんだなって思う時結構多いんだよ。 <laughs> ね。うーん。めっちゃ絶対 実際にうんこしたじゃんって、こんな最先端っぽい若い子がって思うときあるんだよね。まあ、それはそうだろうね。思うときない思うときはないけど、まあ言われてみればだね。うん。うん。確かそこだけはね。うん。うん。進化しない。トイレの形はね。うん。すごい進化してるじゃない。うんうんうん。ね。うん。自動で洗ったり、なんだかんだとか、健康管理もできたりとかさ。そうだよね。だけど、することにはかんないよ、そこまで。人工知能だ、なんだっつって、バーチャルだ、なんだつって。 ってさ言ってんのに、うん、そこはもう全然じゃんって思う時あるからファールカップみたいなの、うん、いつか進化する時あんのかなもうトイレでまだおしっこしてんのみたいな時代 <laughs> <ー>えまだトイレでおしっこしてんのっていう時代来るのかな来るんじゃない 来るわけねえだろお前いいかげんにしろよ来ないかねえ <laughs> 広げようとすんなお前いやいやいやそ急になんか CM 打たれたりす,するんじゃないまだなんか女優さんがなんかさどうい CM ちょっと一連ちょうだいよだからファーッとこうああなんかねうん女優さんがか,かっこいいまあ男男優にしましょうああ俳優さんが俳優の若い子がファーッと街歩いててファーッつって言ってうん 皆さんっ、つって、うん、こっちは話しかけてるんだ。ん、うん、カズガじゃねえかよ、<ー>皆さん。皆さん。今、私が、おしっこしたの、気づきましたかファーってあれで、なんか、なんか、いい買い物とか、なんか、運動とかして、ファーってなんか、アクティブにやって、さて、私が今おしっこしたのどこでしょうし、うん、それは、その、おしっこの CM じゃなくて、うん、オードリー・カズガのおしっこクイズじゃん。<laughs> <laughs> いつおしっこしたかわい。あその番組。いつおしっこしたでしょうか <laughs> だから、でもそれは、うん、そのなんか最新のね、うん、そのファールカップトイレが。ファールカップトイレ。なんでファールカップトイレって。ファールカップトイレが開発された、うん、そういう企画もできんの、ね、ロケも。 ああ。わーっていろいろやって。おむつでできるじゃん。はい<後>。俺、ちょっとそれ、そ,そのクイズやりたいんだけど、いつおしっこしたでしょうかか、かずががおむつに。ああ、いい。一日ロケやってね、朝から、ね。男性用のが売ってんだよね。うん、若い人の写真で。イラストで。 あじゃあもう、いわゆるあの、おむつのイメージじゃなくて、だからさ、絶対におしっこできない状況ってさ、っきっとさ、ある人はいてさ、うんうん、そういう人用だろうね、うん、お仕事とかで。いやー、そうじゃないあれと着物とか着たらさ、あるものはロケしててさ、うん、袴着ますから、<ー>半日、トイレ行けませんみたいな。うん、したい人はしといてください。いや、無理じゃないあ,あるよ。着物のロケ、そうなのよ。 6時間行けませんとか言われるよね、こっから。全部もう解かなきゃいけないとかね。うん。着物だから、あるある。行っといてください。え、6時間すかみたいなことあるもんね。あるし、あとあれとかもそうだよ。だからもうスーパーボールの時とかさ。ああ確かに。スポーツの実況だから、我々だっまだいいあ、なんか聞いたことある、スポーツの実況の人、おむつ入って話やん。なんかね。アナウンサー、実況のアナウンサーの方。ね聞いたことある、実況のアナウンサーの人。うん。てかさ、スーパーボール ってさ見ててさ、うん、ハーフタイム全部さ準備から見たいのにさうん、うん、あそこでトイレ行くしかないじゃんまあそう、ね、だから行くじゃん前から、うんうん、あそこおむつに行きたいよなそうだねあ<ー>でももう、まあそこ行っとかないと後半大変なことになるからねっ売ってるえっほぼ<何>ファルカップやっぱあるかこんなこ話してたら。 パールカップの,形のパンツに貼るんだってあ、これ、平子さんに教えておきなきゃ。<ー>男性専用のズボンに染みない目立たない軽い尿漏れケアシート。へえ長さ16センチ、はあ、薄さ、薄さ2ミリえ 薄さ2ミリ紙じゃん。<laughs> ほ,ほぼ。3cc だって。3cc? いや、無理 3cc だけじゃ無理だ。3cc ってど、ど、どんなもんだって 3cc なんてほんと何滴とかなんじゃないえ、この、キャップ掛け分ぐらいキャップ掛け分ぐらいなのえ、3cc ってマジでキャップぐらいそれぐらいじゃない<え>だって。これこれぐらいってことうん。それだけじゃカバーできないでしょ。あのー できないから、これだけじゃ,じゃん。本でいけんだ、本なんすよ。これだけで、本でいけない、うん。どういうことよ。これ,これだけじゃなあ, <っ S 2> あ、<laughs> でも 3cc。やっぱこうなるじゃん。ああ、結構だね、3cc だったら。こういう、3cc。うん。あ、これはいるわ。あ、でもこれ防げたらちょっといいね。<laughs> 3cc って少ないと思うけど。うん、それだけ聞くと。うわ <laughs> こうやってね、今私のね、灰色のスウェットに、うん<あ>。ズボンにさ、スウェットズボンにかけられてみて。やっぱ売ってんだ見てみると結構な、ああもうこれダメだね、マチいでさんね、これ。でもこれでも、いつおしっこしたでしょうかのクイズ、また別だけど、おむつだけどさ。うん、はいはいはい。それもあるよな <laughs> うん。ちゃんと尿漏れケアで、こんは売って。 ててんんななみ困っるこれ、今度、配ろうかな、しくじり先生で。ああ、配って喜ばれんじゃないいっぱうん。うん。お土産って言ってさ。差し入れあだ。差におい置いとこうかな。あの、差し入れの難しいを。よければ、よければ、オードリー若林さんからの差し入れです。尿漏れケアの。 うん。よけどうぞ、つって。喜ばれんじゃない一番いい差し入れのとわかるわかるってなっちゃってさ。うわー、やっぱり売ってんだな、こういうのが。あるね。あるんだな。かすがセンサーがね。センサーがそうない。だからもうとにかくね、行くようにはしてんだよね。なるほど、なるほど。ちゃんと。いや、わかる。あの、若い時なんかさ、収録2時間らトイレがやばいなんてないよね。 まあ、そうだね。自分のこの予期せぬタイミングで、したくなるみたいなあんまなかったのか、ねうん、言ったことあるすいません。ちょっとトイレって言ったことあるいや、うん、ないかな。さすがにないけど、うん、テレビ出始めぐらいの時は、うん、あの、もう今はあんまないからあれ何なんだろうね。自分のこの体が適応したのか、収録時間。2時間は大丈夫。そう、スタジオ入る前に行って でも、なんか1時間ぐらいしたら、今より長かったからか、収録の時間三3時間半とかな。一1本分が。行きたくなって、よっぽど言おうかと思ったことは何度もあるけどね。ちょっとっつって。一番やばかったのは行列の時ね。ね。しんすけさんが MC やってる時の。ああ、無理だね。しんすけさんの一番、ほら、出始めが一番さ、近いところにさ、座らせてそこで、開始1時間ぐらいでもしたくなって。ええ へえ。もう、うん。ギリギリ大丈夫だったけど。口数も減っちゃうでしょ我慢もあるから。まあでも、もともとその前も喋ってないから。喋れ、お前。したくなる前い。貼っちゃってんじゃん、口にコメント悔しいと。3cc のコメント。しちゃうじゃん、お前。3cc もいかないかもしれない。ああ。そうコメントね。いろいろ超えないと思うけど。いやいや、そりゃそうだ。そん時は本当に、何度もチッ、チッ。 すいませんって言って。うわー、あるよな、でもな。うん。でも、そんな好きないじゃん。うわー、喋って、うわー、お客さん入ってるしね。トークライブだもんね、あれは。うわー、盛り上がってるし。はいはでなんとか。うつって耐えて。はい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 。うん。とか、さん、あの、さんま御殿とかね。うん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 。途中で。あった。あったね。あー、大きい番組多いね。大きい番組は緊張してるからなんだろうけど。なるほど、なるほど。うん。出始めがあったね。うん。そうなんです健康のため、健康の悩み。 んかあ、まあ昔に比べてみたいなとか健康のためにやってることって春日ってあんの超人春日 <laughs> 超人俺でもジムには行ってる運動ねあっ<ー>て。<や>あ プロテイン飲んででもさ俺もさ、うん、なんかさ結構さ冬のロケとかでさ、うん、手の指がかじかんじゃってさ<ー>痛いぐらいの感じがあったらさ、うん、筋トレやってからマジでなくなったね足と手の,<ー>こ,のこんなもんなんだって思ったっていうか血流が。 アメフトやってたから、そんなはずねえだろって思ってたけど、やっぱ筋肉が何十年も経ってないか。筋肉つきは血流が良くなるってことだよなと思った。代謝が良くなったね。基礎代謝というかね。あれが上がったんじゃないですか健康のためにやってることでほぼないんだ。ちょっと腹緩くなったとかも何もないんだ。四十肩とかもないだろないね。うん。うん。ない。怪我も別にないしね。うん。うん。ないね。 すごいな。いや、それお前すごいよ。筋トレもやってるってのはあんのかな。まあそうね。自分には言ってるからね。あれ、実ょちさ、あのさ、実際さ、今さ、この寒さでさ、外出るとき T シャツとパーカー2枚だけ今のところ。まあ今日もそうだね。え、T シャツとパーカーだけなのこの、この温度で。いや、そうよ。10度とかじゃん、最近。うん。夜。 まあ、移動だ、だからね。あんま外歩かない。歩かないからね。移動しかしないじゃない。うんうんうん。うん。だから別に。そうなんだ。うん。ダウンとかも着てないって冬。まあ、もうちょっと冬になったら着る。薄いやつ着てるか。変、なんか着てたな。まあ着てたから、そもそもあんまり着たくないわけだから。数を数をね。なるべく少なくしたい。はいはい。その分やっぱ寒さに耐えたいっていう。はいはいはい。耐えたいんだ。 そうだね。たくさん着るぐらいだったら、寒さに耐えるっていう。へぇ方を選ぶよね。でもすごいな。それで寒くないからできることだもんな。うーん。まあ、そうだね。うん。そんなに外にいないしね。なるほど。うん。家からほら電車、駅までとか。うん。うん。でもさ、だから。なんか最近さ、すごい悩んでることがあって、 自転車、カスガのなんか BS の番組が始まったのこれ。ああ、そうそう、オードリカスガの知らない街で自腹せんべろね。始まってはいないけどね。特番でね。特番で。BS で ?12.4 と12.11。えー、水口 D が BS テレビ東京でね。そう、水 D がね。うん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 。ついてくれて。うんうん。水 D とこう会話しながらカメラね、カメラ回して。うんうん。カメラって言っただろ、今一発目で。 カメラ回しながら、どうします次の店、みたいな。いや、ちょっとね、あの、当てがあるのよ、みたいなね。会話しながらね、やるやつ。ついに。ついにいいですね。しかも、お酒をいただく特番番組だからね。前やらせてもらったことありますけど、趣味を見つけるみたいな。あれなんかもう、そういう普通のというか、お酒をいただく番組ってなかなかね、 できないですかそうか最近さお蕎麦屋さんとさあの和菓子屋さんをさ調べてさ自転車で行ってさ食べるってことをさよくやるようになった素晴らしいね空き時間に空き時間にそうそうでさ思ったことがあんだけどさなんかエアジョーダンとか入いてる人いないのよ調べていくお蕎麦屋さんとか和菓子屋さんにお客さんでスタジャン来て エアジョーダン履いてるような人が。<laughs> まあ、もうちょっと落ち着いたいう服だろう、うん。服なのかな。そう、そうなってくると、なん、うん、何の服着ればいいのかなってことで悩ん、悩んでるのよ。なるへそ。う,うん。で、うん、さらになんだけど、う,ん、うん。なんかああなってくよね。あのー、うん、ああいうファストファッションっていうのを、あの、無地っぽい、 うんうん、ファストファッションって言うのかねなんか無地っぽいスウェットとか、セ、うん、ーターとか無、なんか無地無地無地みたいな、うんうん、お,お父さん、うん、多かったなんか子供の運動会とか行ったら。でもなんか嫌なんだよね。何か柄う柄というか。どうなんだろうななんか、うん、あ,あんまりいい話じゃない変な どう思うって話かもしれないけど、うん、アンパンマンミュージアム行った時に、<ー>そのショー、音楽のショーをやるっつって、うんうん、後ろの方の壁沿いに子供たちが見えないから肩車して、うんうん、お父さんたちが壁沿いにずらーって並んでる一人だったの、俺も。で、なんかお父さんたちがなんかみんな、うんうん、なんかそういう無地無地無地の、うんうん、無地無地のお父さんだった。 無事お父さんだったのを、はい、見て、うん、情けないやつらだなって思ってたどういうことなのよ何がよ何がそ何,何が情け,な <laughs> 情けないやつらだなこいつらって思ったど,どういうこと何 <laughs> て言えばいいのかなな,、うん、なんかなんか,かんないまだなんか何にも。うん 解像度がぼやけすぎて、エネルギーがない,みたいな。覇気がないみたいなこと覇気がないの、顔に。なるほど、エネルギーを感じないと。なんかこう、時代のなんか流れ、うん、空気感なのか、もう、うん、ママ主導で、うん、なんか、子供を、なんか、はつらつとしてないんだよ。無事無事無事で。 まあなんかまあ確かにね、うん、そんず、まあ、地味ではあるよね。なんか、男の部分を抜かれた、情けない奴らだなって思ったの。うん、<laughs> そういうこと。で、俺もまあ無事で来てたんだけど。じゃあ同じじゃないも自分も含めて。<laughs> うん、そうそうそう。それだから、じゃあプリントの入ったやつがいいってことまあプリン、なんかせめて若林春日のプリントが入ってるようなね、うん、ぐらいは欲しいなんでそのドーム T とかドームトレーナーを。そう、小坂さんじゃないんだからさ。<laughs> さかていいじゃないか <laughs> <laughs> なんで、じゃあ何を着てればいいんだとか全然わかんないんだいや、そういうこと。じゃあ何なんだって話になっちゃう。パパはパパで、うん、なんか、好きな服着てますってやつが、一人もいなかった。あ、なるほど申し訳ないけど。ああ、それがなんかもう無事でも、これがいいんだっていうふうに、ん、言いたかったの。集合って言いたかった、ショーが終わった後。<laughs> おい、パパ集合って言いたかった。一言言いたかった。<laughs> なんていう。 好きな服着てるかって。いや、てうか、おのれも無事なわけです。そう言ってるさ、<laughs> 若林さん無事なんだから。お前なんかもう、まだ <laughs> <や>そんな霊笑やってんのか、お前。霊賞じゃない。い自分がなんかね。んなまだこんな霊笑ラジオまだやってるやついるのか、おい。い<や>おいまだ霊笑ラジオやってるやついるこの中に。<laughs> 何を探して、何を見つけようとしてる。いや、言って自分無事で。若林さんもなんかスーパーボールとかのね、これな、着てるんだったらわかるよ。どうしたと。 うん。ああ言うんだったわけよ。いや、<え>これだよ、今。無事だよ。いやいや無事じゃん。<徒>無事だよ。は終了無事のやつが、無地のやつあっお子さんをおろせ。うん、好きな服着てるか着てないっす。うん、そういえば、いつからか、なんか、好きな服を着るという気持ちを忘れました。だよな好きな服着ようぜ。解散 <laughs> って言いたいなと思ったの。説得 <laughs> 力ないってだから。<laughs> うん。<laughs> <laughs> それで言って集合かけてるやつが <laughs> 無事なんだから。<laughs> <laughs> 無事集合無事集合。若部 <laughs> さんがもうバチバチなんかね、うん、すっごい派手なやつ着てるんだったらかる。どうしたっていうのはかるけど。お前も無事じゃねえかって突っ込まれて終わりなわけじゃない。なっちゃうか。ま、自分を含めてはい、はい、もうちょっと変わっていこうみたいな。俺もなんかタイラーさんみたいにこう,う、袖になんかぐにゃーって曲がった十字架が入ってるような服着たいよ、俺ら。いいのか、<laughs> 本当にそれで。<laughs> ニット帽にラメのドクロが入ってるのを着て、肩車してんだったら集合かけないよ。いいのかい、それ。まあね、まあ服大福を着る。やっぱライオンズの服がテンション上がるんだよね。うん まあ、シーズン中なんか特にね。シーズン中は。それはいいよね。うん。好きな服、そうだね、確かに。それで思うと、ダウンジャケットの話を聞きたくて、里見ミツもヒロも、ズカも、どんなダウンジャケット買うのと思って、今シーズン。ははははまた買うもんなの買うの持ってるやつまた買い直すってこと ?2 年か3年着るよね。 ダウンジャケット買ったら。そんな毎年買えない。毎年は買わないけど、でももう買うタイミング、3年ぐらい来たやつなの。なるへそ。ダウンジャケット。ちょっと、うん。うん、毛羽立ってきてるんですなるほどで<も>じゃあもう買い替える。買うって決まった時に、うんうん、すごい困っちゃって。なんか、うん、いや、素晴らしいよ。ノースフェイスはもう、俺のこの、思春期の時から憧れで、ようやくノースフェイスの買えたんだって日も覚えてるけど、うん、ねノースフェイス入っちゃってて、なんか、 お前ってな、な、なるよね。どうそれはない。年齢とかそういうこと年齢だね。これはごめん。まあまあね。どう思ううん。でもそん、どうなのまあかっこいいか。来てるスさんはそんな若者だけのブラ、まあ、ンドって感じゃないんじゃないうん。でもなんか、んいや、こうなんかブランド名出したらいいもので、すごい努力してるから、似合う人が来たらめっちゃいいもので、あったかいの何より。うん、っていうのはあった上で、うん なんかこう、ノースフェイスとシュプリームがコラボしたダウン着てるディレクターとかなんかあんま好きじゃないっていうかなんか、なんかなんつうんだろうな。あんま好きじゃないっていうかなんか若い人、<laughs> がのほうがやっぱ似合うかなとか。ああ、ね、なるて思てよ。さ、うん、あれさ、なんか、でさ、美容室とかでさ、レオンとかさ、うん、レオンとかってターゲット何歳なの、うん、まあ、ファッションセンスないかあれだけどさ、うん、あさ、よくさ、あれトレンチコートっていうの、うん、考え、トレンチコート着たことあるたまにトレンチコート着てる人いるじゃん。いる。あんなあったかいのかな <laughs> 薄いよね。うん、あれって何あったかいのトレンチコート <laughs> いや、だってスーツの上にトレンチコートで親父とか出勤してたじゃん。ああ、知ってたね。あれ、やっぱスーツに合うか。あれ、あったかいのかなま、き、そこまでダウンほどじゃないんじゃないだよね。うん、だって薄いもの。うん。ああ、そうか、大好きあ D ちゃん、あれ着てるね。あったかいのあったかいのへー。あったかいんだ。いや、俺たちが知らないうちにさ、もうモコモコじゃなくてさ、あったかいやつとかで出てんのかな あ、出てるんじゃないそら。薄いやつで。薄いよねミネリュタさん最近ね。ダウンジャケット。多分着てるっけ着てるなんかハイブランドみたいなの着るじゃん、ミネさん。オシャレじゃん。はいはいはいそうだね。ボコもコダウンよりあったかいのとか出てんだろうな、きっと。あ、出てんじゃない電熱線が入ってるのとかって USB あるね、あるしね。うん。凄まじい寒がりだから、本当にあったかかったらもう着たいんだよね。 うん。ああ、そう、電熱のやつ。電熱線のやつで。ああ、あれあったかいんじゃないのいや、だよなうん。あれす。なんかベストかなんか。まあ、めっちゃいいのも、あ、で、トレンチコート買ったことないわ、人生で。買わない、スーツ着ないからね。スーツ以外あんま気になってない。いや、でもさ、あいつさ、吉村と結構おしゃれで、ああいうのなんか、あの、コットンの西村くんとか、コート、薄手のコートとか着れる人いるじゃん。なるへんさ。あれあったかいんだ。 え、うん、ダウンよりはあったかくないよねうん。ああ。ええー、ああ、下薄いもんね、今年デビュー,ー、ね、しようかな、もうトレンチコートうーんでも。まあ、その下の服が難しいんじゃないだって。うん、スーツじゃなくて、その普通、スーツ以外で何が似合うわけそのトレンチコートっていうのは。ジーパンとかもいけんのかな だからスーパーボールのスウェットにトレンチコートを着てっていうその上級者ができるやつなんじゃないの <laughs> いやー、その組み合わせがね。たまにも、どん、<ず>どーんと緑の着てる人とかいるよな。超オシャレ。まあそうだね。あれあったかいんだ。うんうん、まあ若い、なんかそのちょうどいい、うん、メーカー、どこなんだろうって思って、もう調べる方法もわかんない。なあ<ー>。<laughs> なああんまりバチッと入ってないやつだったらいいんじゃないですかそのマークとか文字とかはあうんでなんかあの40代ダウンジャケットとかで調べたらさ、うん、今ネットでダーッと、うん、まあおしゃれ40代っていうのは出てくんだけどさ、うん、なんか俺みたいな40代がいないんだよねどういうことですか林かんってうん俺みたいな40代って、うんうん、世間にはもういない <laughs> どういうことやね。 <laughs> 若林さんみたいなよちょど服装がってこと体型がう,ーんうんなんと言えばいいんだろうな,、うんうん、なんかいいとなんかあれ何カットっていうのはひげでビチッとこう、刈り上げて、うん、なんかこう男のさ床屋さんみたいな男専門の夏の最近パッとさヒップホップっぽい人とかさうん、うん、若い人とか、うん、刈り上げてるおじさん。 威厳のあるおじさんか、クリエイター、パーマ、パーマ、クリエイターパーマか、威厳おじさんしかいないよね。あ、なるほど。ザ・マミーの酒井ちゃんのおじさんバージョンか、クリエイターパーマしかいないね。なるほど、普通の。銀丸ぶちクリエイターパーマか、 あの、酒井、ザマミー酒井ちゃんしかいない。その、ネットに。そのネットに出てくるいや、そうなんだよ。あだ普通の、普通のって言われ何つうのうん。里光もクリエイター、パーマおじさんだろ、これ。パーマは当ててないでしょ。クリエイターおじさんだよね、この人。まあ、メガネかけてるから。ニューバランスなんだよ。あの、N のマークが、一歩角度つけたニューバランス入ってんだよ。N のマークが。わかる ベタっとしたのクリエイターパーマーおじさんはまあまあそうん、クリエイターパーマー40代おじさんかうんんかそのかカクターさんみたいな <laughs> ちょっとエネルギーがあるようなどっちか俺みたいな人いないあ,あそうこんななんかこうキャラ変えるタイミングがなかったおじさんいない <laughs> じゃあ参考にならないね。ういうな,ならないんだよ。うんまあ、まあ別に、あったかいの着るしかないああ。あったかいの着るしかないっていうのをちょっと思ってんだけど。<laughs> うん、<laughs> うん。まあな、それもあるよな。難しいね、確かに、ね。難しいな。うん。うん、でも分かる人いると思うな、これ、この話。で、ダウンは着ないのな、春日は、でもそこあるな。テンション上がるのはセーブとか。冬は誰かにもらったもの着てんの そうだね、もらった。自分では買わないもん、ほとんど。自分では買えない誰かにもらうか、クミさんが、うん、あのー、見かねて買ってくるか。見かねて買い待ちね、<laughs> クミさんの。まあ、スタイリストだ。まあ、そうだ、ね。もともと好きなんでしょ、オシャレが。だから。 なんかいろいろ着てるね。見ない、見たことない服を。ああ、いろいろ着てるけどね。うん。で<ー>、ほっといて。同じ服だね。ほっといたらさ、うん、なんか薄い、なんかおお、おばさんが着るダウンジャケットみたいに着てるもんね。あの、買い物の時に。<laughs> そんなことはないけど。まあ、おじさんがそんなこと言ってもしょうがないんだけど。うん <laughs>。クミさんが見かねて、買ってきてくれる、うんうん。毎年同じね、シャツって。 t シャツはいはい。うん、トレーナーしか着てないから、うん、見かねて、うん、これ着なっつって言って。でもさ、世の中で一番暖かいダウンとか言って調べたことあるんだけどやっぱあの、登山用のやつらしいね。なるへそ。うん。なんか、ゴンちゃんが超詳しいんだよね、ダウンに関しては。なんでか知んないけど、あの、好きじゃん、アウトドア。そうだね。そう。でもさ、俺はさ、いろいろ考えさ、川でダウンってあるじゃん、たまに。 ああ、あるね。川でダウンじゃないんだね。<laughs> 世界で一番あったかい服って。ああ<ー>。川だぜ。しかもダウンなんだぜ。あったかそうだけどね。あったかそうだよな。うん、でもあんなんあんま着てんのみんな、いいもんが出てんのか、たくさん。まあそうなんじゃない。<ー>我々の知らない。いいもん知る体力もなくなってるしな。うん。まあそうだね。<ー>結局同じような。うん。ダウンを買うもでもついに、d b s でカス始まった。 う、う、羨ましいな。い<や>俺もなんか和菓子おじさんやりたいんだけど、そ,<う>そしたら。<laughs> ああ、でもいいんじゃない、うん、和菓子屋さん巡る番組あんまり、これっていうのは。 なんか思い浮かばないな。駄菓子に対する気持ち熱いからね、俺は。ああ<ー>、うん、いいんじゃないですか ?BS っぽいし。うん。うん。うん、それはじゃあ、うん、お茶すすって飲んで。<laughs> 自転車でね。自転車で。いろいろ、あのー、30分番組で、うん。2軒ぐらい回って。うん。ちょっと当てがあるんですよ、つって、自転車で。<laughs> <laughs> 恥ずかしくなっちゃって、蕎麦屋で死にせの。あれ 俺だけだ、エア冗談になって歩いてると思なって。なんかそう、わらび餅とか食べてたら、甘味どころで。あ俺だけだ、こんな、ドームグッズ着て、フードついてるのとこ持ってたって確かにね。うんうんもうちょっとね。落ち着いた方がいいんだろうな、年齢的にもな。まあ、福田さんだな。福田さんにいつも季節代わりの時は一つお願いしますよって、頼んでるから。ああ、もうそこじゃないうん。 全部、あの、やってもらえばいいのよ。そうだね。せっかくだからね。で、間違いないしね。うん。おのれでわかんないんだからさ。スタイリストさんにやってもらうのが一番いいんだよ。アンガールズのポッドキャスト、ドキドキキャンプの二人がゲストで、さつみつがなんか、田中さんと大揉めしたってね。なんか言ってたね。うん。グッズ、グッズとかなんか放り投げて、さつみつが大揉みたいな。もう掴み合いになったっつって。 で岸くんがハンガールズもオードリーも聞いてないって言って、まだ走っちゃってて、まだ。健在だね、いいね。あいかいい、ね、変わらない、いいね。嬉しくなるね、ほんとね。うん、品質保持がね。品質が保たれてる。そうだね。うん<ー>うん。うん、もうすごいよ、<あ>もはやね、うん。聞いてないことを、なんかね、なんか、馬乗りになっていくからね。うん、いいね。ありがたい話だもんね。キ君だけじゃん変わってない、20代から変わってないっていうのが。<laughs> もういい,いいよ、もうここまで聞いて。あの人、おしゃれなんだよな あいや、そうだね。<ー>うん。<ー>なんか知って分かってんなお、まあ、しゃれな人に聞いてみるか。うん、いいダウンジャケット今年の。いやいや、あるはずはいはい。始めていきましょう。<laughs> 日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイト日本。この番組は、美味しい瞬間を届けたい。日霊、いでみつさん、日本触媒、種の滝、AK レーシング、長州産業、JA タウン、テンパール工業、昭和産業、ガチャガチャの森、 オリエンタル工房工業、渡辺パイプ、ヤクルト、夢新、大正和志工産業、西松建設、住友金属鉱山、東レ、戸田建設、愛知製鋼、三井不動産、ミック、久光製薬、はんこやドットコム、日本伝説工業、住友生命バイタリティ、大正製薬、住友伝送、日本 FP 協会、カンピー、 三菱電機、モノシェア、ハッピーカーズ、石黒、アサヒロジスティクス、ゾウ印魔法瓶、河野池グループ、ブルボン、テルウェル東日本、自動車リサイクル促進センター、アロンアルファ、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。これあの前も、話したっけな、あのさ、えー さっきのさ、ね、どうやって寝てるって話で言ってさ、うん、俺は、まあ、帰り遅い日が多いじゃない。だから、あ<れ>まあ、奥さんと娘がもう寝てるわけよ。うん、だからなんかそこで、なんか、うん、あれなぁ、ちょっとショ,なんかショックなんだけど、うん、あれなんなんだろうななんか娘がね、なんかね、俺と一緒に寝んの嫌がるのよ。えぇ、それも嫌だって言うことうん。 親と寝たくない,みたいな俺が寝かしつけとかすしようとし,しようもんなら、はいはい、もうパパ嫌だ、パパ嫌だっっ<ー>でそれ以外はもう、パパパパなわけ。さっきまで、<ー>画用紙で一緒にお絵かきして、キャッキャキャッキャ言ってたと思って、じゃあ寝るよって言って絵本持ってったら、うんはい、パパ嫌だ <laughs> パパ嫌だって言って。 うん、でパパ、ちょ、ショックだわっ、つって。ね、もうすごい、うん、そんな関係ないと、パパ嫌だと思う。ママがいい。ママがいいって言うんだ、そうだ。はいはいはい。ママがいい、ママがいいって言うのよ。うん。うん。うんうん、それ、しょうがないじゃん、もう。それはだから、普段は、マムが担当してるからでしょ、うんうん、日が多いからね。それはだから、その、イレギュラーがやっぱ嫌なんだよね。なるほど。あら、それはうちもそうよ。 クミさんがやっぱ私の方が遅いからね、帰るのがクミさんになるじゃないですか。それずっとやってたから、あれ何の時だあれだ、あの、ネタライブやったでしょう2ヶ月ぐらい前のやつ。で、木曜にやって、ほら、あの、私打ち上げだ、にさ、 明日のジップだからっつって。金曜のジップだからちょっと帰りますわ。うん。こして帰ったな、お前ね。ええ、すいませんっつって言って。帰ったじゃないで、あのライブね、クミさんも見に来てて。で、来てんじゃねえってあるけどな。いやいや、いいじゃないのよ、それやっぱり。やっぱ面白いからね、やっぱね。うん。我々は。え来てて、で、友人と来てて、ちょっとなんか飯食って帰りますわ、みたいな。で、私のは先にね、家着いて。 てでこう寝かすっていう感じになってたのよなるほどうんねしたらもう寝なくてさ久美さんがいい久美さんがいいっってやっぱ一緒だ結局久美さん帰ってくるまで寝なくてさ打ち上げ行かないで帰って意味がないぐらいの時間にしかさもう寝れなくて私もっていうことはあったよ2時間らいやそれあると思うのよ舞台とかまあその日はライブでしょうか収録とかでやっぱりここここでよし コメント挟めるぞ、こうやって挟んで,、うんでよ、で、うしと、突っ込むぞと、突っ込む。この時にね、うん、俺も春日もね、うん、あのー、出てる。の、出てる、テストステロン。アドレナリン。<laughs> は,いはいはい。はい、テストステロン、アドレナリンが、あんだけ大量に放出された、うん、まあ、戦。戦った後の男が。うん、あのー、寝る時、横にいるは怖いんだと思うんだよね。 あ、それが子が分かるってことなんかこう。う,うん。あの、虎 <laughs> と一緒に寝てるようなもんだって考えてほしいよ。ああ、じゃあもう怖くて寝られないね。そういうことだと思う。そういうことが、そう,うああ、うん、理由が分かったわ。うん、なるへそ。うんうん。<ー>やだやだって言って,、ね、トラっって令和の虎は嫌だって言ってたもん。 うん。ああ、まあ、言った。ベガの虎は嫌だって。はっきり言ってた。言ってたよ。じゃあそういうことなんだろうね。感じるんだ。うん、まあ、本当と予算中の予談で、なんかそんなにこう、面白くもなく、申し訳なかったなっていう気持ちもあるけど。いや、別にいいじゃない。まあ、でもあとなんか結構お前がなんかトークゾーンにこうさ、俺のトークゾーンにもずかずか土足で入ってくる回数が増えてさ、ずっと聞いてるリスナーなんかさ、なんか、春日が成長したとかさ、 新しい踊りのラジオとか言うけどさ俺からしたらよさ。 後年入ってくるようになるならね、始まった時からやれよっていう話でもあるから、ね、徐々に徐々にじゃないできるようになったということを褒めてもらいたいけどね。<laughs> いもういけろと思ってす、ねまあ、入ってるわけじゃないけどだっ,だったらね、うん、もう始まった当初からやってくればこっちも体制できるけど。まあまあまあね。<laughs> それはその当時はまだ可能じゃなかったっていう話でね。まあまあまあで。私も同じような体験があったんだから。 ちょっとね、挟ましていただいたけども。っていうぐらいの話を。なんかもう、本当、ーク支配率の、もう、パーセンテージで言うと、だいぶ持ってかる。そんなことはない。そんなことはないと思う。いやいや、それで、え、何の話だっけいや、だから寝ないと。別々寝てると。で、ベッドの、この、シングルシングルを並べてるところに、娘、奥さんが寝てるわけ。で、俺はそのベッドに、なニトリで買ったのかな、確か。超お気に入り、寝心地、 もう最高お気に入りだとい,いい買い物をしたなと思ってるマットレスねから、うん、自分の部屋で寝ることになったから、うん、新しくマットレスを買ったんですよ。で多分季節もあんのかな寒いから,、うん、から腰痛が、うん、なんかここのとこひどくて。 朝起きた時の腰の張りが。ああ、じゃあなんか、ね、うまいこと眠れてない体勢が良、ね、くないんだろうね。うん。で、寒くなったからっていうのもあるのかなと。うん、でも、あ,もね、あまりにも腰が痛い。で、張り治療とかも行って。うん、いや,いやもうそういうレベルだ。そうそうそう。結構です、ね、やってんだけど、でうん、いや、これそうか。あったかい季節、だから、あの辺のドームの直前ぐらいで買ったのかな。だから、うんうん、寒い季節だったけれども、うん 暖かい季節は大丈夫だったけど、寒い時にこのマットレスかな、寒さかマットレスかみたいな感じの日が続いてたけど、うん、いやいやいや、冬ね、うん、あっちのベッドで寝てた時腰痛くならなかったなと、いうのがあって、うんうん、ただ、うんうん、その中、シングルシングルで、うん 並んでるから高さ一緒なところにね、一個シングルのマットレスを俺の部屋に持ってきて、うん、マットレス、俺のマットレスと交換してくれはさ、うん、言えないよな、奥さんに。ちょっと違うな、形というか高さとか。違和感出ちゃう。マットレス、なんかベッドのマットレスとな、なんつうのなんで薄いやつ。ああ<ー>、いりのはいはいはい。じゃあ全然違うね。うん、高さがね、厚みがね。そうそう,そうそうそう。ああ、それは、 無理でしょだって。段差になっちゃうってことでしょそう。<laughs> それにことをね、おかみさんは。だよな。転がってこっちとか、ね。いやいや、そう。高さはあってないとね、二つが。そうだね。<ー>ただでさえ、ドーム前に自分で希望して、一、うん、人で寝たいって言い出した俺がね、<ー>マットレス変えては言えないと。まあ、かだからそのマットレスを買おうか。 買い替えようかなってとこに行ったわけ。このまま針治療でどんどんお金を使っていくよりも。で、俺のその経済の特番テレ東でやらせてもらってるやつで、布団の西川さんのね、あの回があったの。だから、布団の西川って知ってるよね。知ってるよ。超有名。布団って言ったらやっぱり。そうだよね。で、俺ね、子供の時に、 ばあちゃんが、あの、西川の無圧布団で寝てて、あの、こう、ポコポコのケああるね。なんか、うん。うん。やなんで知ってんの家で誰か使ってたの使って、でも有名コマーシャルとかやってたもんね。あそうだよね。なんかポコポコなってるでしょ山々。足踏みマットみたいな。そうそう。で、なんかまあ、か、あちゃんに、うあのうちのかあちゃんの、あの、ばあちゃん、布団の西川さんの無圧布団、 俺が小学校の頃から亡くなるまでずっとあれで寝てたよね。<ー>あれあんな長持ちすんだみたいな。うん、いや、そうなのよみたいな。あれなんでおばあちゃんあの言うの知ってたのかなってさ。うん、なんかね、うん、日本橋をすごい歩くのが趣味だったのよ。 新しいもの好きだったんだよね。あ、うん、亡くなってから新しいもの好きだったことを知ってさ。あ、そうなんだ。何でも歩いて、実際行って、お話しして買ってくる人だった。え好奇心旺盛だった。で、その、西川の無厚布団っていうのが、こう、何三つ折りっていうのは、なんかこう、学校のマットじゃないけど、こう三つになって、マジックテープで止めて、で、西川て、 って書いてあって、うん、無圧布団。それが立、立てかけたけど、うん、あの、子供の時から、ばあちゃんが寝る寝室に、夜は低くて。はいはいはい、解いて、ね。で、俺は、まあ、あのー、うん、ラグビー部入ってから、その立てかけた布団の西川の無圧布団のクッションが、ものすごいタックルの練習に ちょうどいいんですよ。ああ、なんかダミっぽい、タックルダミーみたいな。タックルダミタックルダミっぽいサイズが。高さと、この厚み。そうで、タックルして腕でパックして、肩入った時のスポンジで、あの、痛くならないから、あの、部活の後に上手になりたいから、あの、和室でね、あれを立ってね、散々タックルを、ずっとね、中学からしててね、で、もう寝る、寝るけど、ばあちゃんが来たよつって、じゃあ、その、タックルの練習が終わったりとか、で、あと、アメフト部 なってから、こう走る専門だから、あの、うん、ぼ、ボール持って。に、西川の、ムマズボットの立てかけて、それに、こう、当たって、当たってたわけ、うん、ゴール前だと想定して、うんうん、で、その。うん 愛着がすごいわけよ。はいはいはい。で、その、西川さんって、つって、あの、経済番組で、歴史すごいっすよね、つって。で、ここへ来てね、大谷さんがね、西川のね、マットレスでね、あ、そうやって、また先回りすんなよ、お前。小族のくせにさ。いやいや、バチンとさ、ね、やってよ、こま、なんかこう、なに、キャンペーンボーイみたいなやつを。キャンペーンボーイっていう、格じゃないぞ、お前。あの、大谷さキャンペーン、キャンペーンボーイだな、って思うな、バチンーン。 あれで寝てるからさ実際そうね。で、西川さんなんだって。<ー>で、俺がその経済の番組に来てくれて、その西川の。うんうん ね、うん、方に聞いたら、うんうん、もう歴史が長いから、うん、なんで西川なんですかって聞いたら、うん、もう膨大なデータがあるんだ、ね、なるへそう。ういろんなタイプの人のご意見からもう、とにかく、データ量が、とにかくすごいんだって、うん、西川は。どんな体系の人もカバーできるで日本人の体系をずっと考えてきた。データが、ビッグデータに基づいてるんですっていうのを聞いてて、ね、なんかすごいリスペクト。なんか タックルもしてきたし、ばあちゃんがずーっと使ってたし、で、西川って目に焼き付いてるわけ。西川にタックルして、俺のラグビー人生が始まったっていうか、なるへそ、見かかれたわけね。俺のヒットがね、あそこで生まれたという気持ちもあって、気にはなってたんですよ。で、こんなと腰痛くなって、じゃあ買おうと、マットですよ、買い替えってなった時に、やっぱり西川、あの感じが、 浮かんでくるわけね。で、西川さんに行ってみようと、思って、で、行ったんですよ。行ったうん。で、これ結構高い買い物になるけど、17万だったかな確か調べたら。ガマットガマいや、そう。なんだけど、高いって思うでしょでも、まばあちゃんがどんだけ長く使ってたか知ってるわけ。なるへそ。で、健康、これ、あの、まあ、 うん、まあそのいろんなさ俺たちさなんかお金の使い方をさ知らないけどさ、うんうん、じゃあ春日長財布買ってみたりさ、うん、俺もさ あの、わけわからないまま、グアム旅行だっけなんか、雨ばっか降ってさ、えっと、ルイ・ヴィトンだっけルイ・ヴィトンは、もうトーク作るしかないっつって、謎の話だよな、トーク作るしかない雨で、ルイ・ヴィトンのバッグ買ったって。で、来てみて、も、めっちゃいいもので、長持ちするものだなって、やっぱりそういうものなんだなっていうのは感じれたけど、何にお金使うかっつったら、やっぱ創作と、 健康。これにはお金かけていいんだなっていうのが、もう分かってるわけ、俺は。なるへそ。うね。そこには行った方がいいってまあ、そうかね、確かに。そうそう。だから、行くぞって思って奥さんにも話して、いいんじゃないつって。知り合いも使ってる人い聞いてみてた。めっちゃいいよ。そんなあって。で、あの、西川さんに、その、駐車場に入れて、あの、デパートだったんだけど、っ ですね、うん、で俺がねこのマットレスこうやって見てたら、うん、すごいなんか優しいあのお姉様だね私より多世代ぐらい上の,うんあの西川のさすごい丁寧な方が来てうん、うん、それであの。 あの、マットレスお探しですかと。ちょっと、あの、腰が痛くなっちゃってて。ああ、そうですで、これ、うん、いいですよ。で、な、何でお尻になりまし、うん、知りましたっていうことを、すごい聞いてくるけどさ、うん、俺はさ、うん、なんか、大谷さんがすごいじゃん、うん、フィーバーだから、大谷選手が寝てるって聞いてって言うのではないよって。わかる、うん、なんか、この、大谷さん、大谷さんに引っ張られて来たんじゃないよって。うん <laughs> なるほど。見、見、見えたいって。まあね、今はそういう人が多いだろうからね。そうそう。だけどやっぱり、入りは違うばあちゃんだわけだからね。入りは、ばあちゃん。そして、経済の特番の、実際西川の人が俺喋ってでもそれは言わないじゃん。はいはい。で、あの、ちょっといいって聞いて、みたいな。ああ、そうすなるほど、それぐらいにしといて。これがね、あの、大谷さんがね、寝てるマットレスです。おで。 同じがんだ。すごくね、あの、言うんだけどね。俺もちょっと知らないふりああ、そうなんすかつって。おこれね。知らないはずないもんね。うん。って言って、寝てみますかみたいな話になって。で、でさ、これさ、あの、みんなにも聞きたいんだけど、あの、自分がね、ソフトタイプとハードタイプが、どっちが寝るのに合ってるかってわかるわからん。 わかんないよね。わかんない。うん。知りたいよね。知りたいけど、でも、それはもうなんか実際に何、ね何日か。何ヶ月だよ、何ヶ月何ヶ月か、ねいや、試さないと、家で。そうなのよ。わかんないんだよ、あれ。そうなんだよ。そう、私も枕作りに行ったことあるんだけどさ。自分のカスタム。それも西川さんだったと思うよ。お前何枕作りに行ってんだよ。なんかもらったのよ。 ああなんか誕生日プレゼントこれねそれ多分西川さんだわ。ずーっとなんか大谷が、<laughs> 大谷選手がマットレスを選ぶみたいな映像がずーっと流れてたわ、店内に。じゃあ西川さん。多分西川さんだわ。うん 作りに、なんか選ぶの形とか、素材とか、なんか、パイ、パイ、なんか、なんかこう、もみ柄に、もみ柄そば柄らにするかとで、寝ながらこうやっていろいろね、ちょっとだけ首あごあごう引いてさ、なんかどんどん差し替えられんのよ。枕を。そう、ザッザッとか言って、音もこうつけて。でもさ、どれがいいかわかんないわけ。そのうちじゃねえ。全部いいってことね全部いいの。うんうんわかるよ。うん。で、全部できた後、これで言われた通りね、この高さで。 このぐらいの量入れてって言われて、うん、それでもなんか、うん、はぁとか言いながら帰ったもんね、うん。うん、<laughs> ああ、そう、これでお願いしますじゃなくて、まあ、そうっすね <laughs>、みたいな,ないわかんないから。いやいや、まあまあ、そうなんだけど、ちょっとトークの支配率がさ、あ、うん、<laughs> んな削,削られたって。<laughs> 枕泥棒っていうか。枕の話じゃないじゃん。ダブルミーニングでさ、枕泥棒っていうか。っていうかじゃないのだから結局ね、それでしばらく使ってみないと。続けるんだ。分からんから。で、よかったの、実際。うん。まあよかったけどね、結果ね。いやいやいや、わかるわかる。よかったのその場じゃわかんないじゃん。いや、そうなの。で、寝てみてくださいって寝るんだけど、でもなんか、一日仕事した後に寝てみてくださいって言ったら、いいのよ。 まあそうだよね。うん、だって寝たし、でも、たまにあるよな、前乗りとかで。うん、あ、このベッドちょっとしんどいかもって時。あるし、うん、逆もある。あ、これ結構いいかもしれないと思って、起きたら全然なんかに 肩とかいて。ああ、そうそうそう。8時間、6時間ぐらい寝ないと分かんないじゃないそうなんだよ。結局。そう。だから、分かんないなぁと思ってね、レギュラータイプとハードタイプがあるで、俺どっちで腰が痛くなってるかわかんない。でも、一刻も早く腰は良くなってほしいから、ハードタイプも敷いてくれて寝るんだけど、どっちもいいのよ。一日仕事した後だから。 いいっすね。なんか、どっちも気持ちいいんですけど、みたいなで、ですよね。で、ここからなんだけど、場所とか行ってないから大丈夫だよね。あのね、たまたま買ったマットレスのメーカーが西川さんの隣だったの。で、こっからはさ、本当申し訳ない話だけど、ちょっと時間いいっすかつって西川の人に言って、ここ、これ大丈夫だよね。炎上系だと大丈夫。だから、 その、もともとのマットレスが隣だったから、行って、もともと寝てるやつを、その、知らんふりして、一回寝て、背中で覚えて、その、ハードとソフトどっちじゃないかを、背中センサーでやろうと思っちゃってごごご、ごめんなさい、ほんと、そこのメーカーの。たまたま会ってないだけ、俺がで。でもいいんじゃないだって、その、シングルリバーだったってことでしょそ,そう、会が。そうそう,そう。そしたらなんかこう、比較するのは別にお店いろいろ渡り歩いてすんのは普通なんじゃない 服とかもそうじゃん。なんか着てみたりとかしてさ、いろんなさ。まさか、トークゾーンでお前の助け船に助けてもらうのこれ。こんなことあるんだ大丈夫よ。成長したわ、本当に。そういうために並んでんじゃないの はいはいはい。デパートとかのさ、シングルリップ。まあ、ただちょっと、遠くの支配率が逆になるんだな、マットレス泥棒っていうか、今度は。地べたで寝かされたっていうか、一瞬ね。一瞬。それで、ちょっと、ちょっとすみません。大事な買い物だからさ、すいません、ちょっと考えていいですかちょっと、もう多分戻ってきて、もともとのところ行って、あ、これがあれそうですかって。あ、これだ。 うん、ああ、これあ、なんか良さそうっすね、とか言って。で、あの、ちょっと寝てみていいっすかって。ごめんなさい、こんな話で。でこれで、ね、寝てみても、うん、背中で、あ、これだわー、これああ、なるほどね、と。<ー>背中、もっと背中で感じて、どうですかで、うん、いいっすね、って言いながら。硬 <laughs> めなんだ、これ、と思ったの。あの、一回、西川のソフトに寝てるから。なるそう。あ、硬い。 で、硬さが合う人がいるから、その方にとってはとってもいいものだから、そのメーカーの中で硬いものを買ってたわけ。それに、その時気づいた、俺も情報的に弱いものだったんだけども、まあんまりわかんない。わかんない買った時はなんかいいってレビューで買っちゃったの背中で感じて、また西川に戻ってったんですよ。で、なんか、ちょっともう一回で、 えっと、スタンダードとハードでね、みたら、うんうん、あ、やっぱハード寄りだわ、俺がいつもね、背中がそう言ってたわけ。うん、なるへそ。うで、んうん、あの、レギュラータイプに入れたら、あ多分これだわ、と包み込まれますね。うもう背中がそう言ってるわけ。うんうん。だこちら、あの、大谷選手も、この、あの、レギュラータイプです。 すごい大谷選手って言ってくるなって思って、<laughs> 俺出してないよね、大谷さんに引っ張られてきたって。ね、俺はもう、実際話してきて、で、俺ね、その時気づいたんだけどね、俺ね、うん、ドジャースの帽子被ってたんだよね、じゃあもう、さすがもう店員さんがすごいよ。これは、読んでさでこれは、本当に、言っときたいんだけど、うん、俺は、大谷翔平さんの活躍により、ドジャースの帽子を買った人間じゃないんです。 ああ、そうですか。そうです。その前からかそうなんです。うん、ケンドリック・ラマーが、うん。LA 出身なんです。あの、ラッパーの大好きで、一番好きな、海外のラッパーが、あの、LA 出身なわけです。<ー>で、その、全く同じ帽子の形を調べて、うん、好きに入ってる帽子が、ドジャースなわけで。<ー>私は、あの、大谷さんのワールドシリーズのマークとか入ってないです。ワールドシリーズに、 で、うわ、うん、優勝したーって帽子を買ったんじゃないんです。でも、うん、ケンドリック・ラウマーなんです、私は。なるほど、だから、ドジャースに来る前から、大谷、うん、選手がね。そうん、もう被つかったってことね。そ,そただ、石川の人にとったら、もう、大谷選ファンが、<laughs> 同じワンを買ってきたってなっちゃう。そらそう、そらだってもデサインがデスみたいだもんさ。いや、ずーっと何年も被ってるから、うん。ケンドリック・ラマーだと思って、同じやつだと思って、だから、わかんないのその、年表が違うから。いでもお店の方は。でもそこで言えないの、二世代ぐらのお姉様に。これ、ケンドリック・ラマーの、流れの、いや、ややこしい。 わか、ケンドリックってなっちゃうから、話がま、これだからすごい大谷さんって言ってくるからね。今から帽子とるのの変だし、超恥ずかしいなって思った、その瞬間。いや、そうだね。最初のやつがすごい恥ずかしいじゃん。ドジャースの帽子かぶりながら、大谷さん進めて、あ、そうなんすかね。ごまかしたあれとかが、あれが一番恥ずかしい。ケンドリックだからね、こっちは。 だから、なんか店員さんも、<ー>なんだこれなんてさ、答え、<ー>正解が出てんのに、い前前にそれごまかして,てか勢い出すなよお前。開 <laughs> けんなフルスロッ, <laughs> スロットルをあ,あげんなお前。いや、店員さんの気持ちをね、 お前は好きな、失敗した人間が意外と好きなのは。失敗というか、まあまあ。お前とナダルは失敗した人間が好きっていう俺知ってんだよ。同じなのかなそう、うん。まだ不思議に思ったんじゃないけど。そうそう。で、もう背中で、俺が感じて分かったら、買います。シングル。そうね。レギュラーを。あ、買いますか。なったわけですよね。でで、これはいいぞ。 と思ってだからてるんですから住所書いてた時にあれと思ってこれ本当二23日かかるじゃないきっとまあそうかちょっと分かんないけどでもこれ一刻も早く腰し直したいなっていいものならねいいものだろうからこれって車で来てえなと思ってこれってあの待っ アットレス、手で持って帰る人います車で来てんですけどうん、うん、ああ、いらっしゃいますよつって,って。お一<ー>人いいですかって、はい。ただ、大丈夫ですかみたいになって、うんあこれ。で、俺はなんで大丈夫かってわかるかっていうと、うん、ばあちゃんの西川にタックルしまくってるから、その、 持った感じの軽さとかが分かるわけ。なるへそ。持ち運びやすさは。そう、コンパクトになったサイズとか。西川さんの三つ折りならいけちゃいますよ、つって。あ、じゃあ今、それ用に梱包しますね、つ持つ、持ち手つけてくれて。それで、持ってみて、あ、いけんな、つって、こう、デパートの、うんうん。エレベーター乗って、降りて、で、デパートの正面玄関が出て。で、そこが、夏のその、いろんなデパー、あの、だから、こう、 区のケース地下駐車場で、うん、えっと、いろんなデパートの提携で、共同の駐車場になってる、ね。で、俺、だから、うん、そんなに確実に買うよっつって駐車場でから降りてないから、うん、あれど、どうやって来たっけなって、結構その帰りの時間に、西川の大谷のマットレス、まあ、シングル持って、あ,<ー>あれ、俺どうやって来たっけなってなっちゃったの。 でそれでチャット GPT に、うん、俺今ここにいんだけど、一番ここの駐車場に降りるのの一番最短距離を知ろうって言ったら、うん、こっから、東に50メートル行って、うん、地下駐車場って書いてあるとこのエレベーターに乗れって書いてあって、うん、え、俺こんなに歩いてねえぞと思って、思う。なるほど。んとかえと思いながら、でもなんか、一刻も早くって思って、うん、で行ったらさ、うん、やっぱなんかこう、当たりはしないけど、邪魔、 なんだよね。まあ、そうだね。すれ違うと街を歩く。うん。だからもう。大きいもんね、言ってもう、その、はがいじめにし、がっぷり四つになって、も、も、持たないとぶつかるから。ああ、手持ちじゃ、ちょっと。そうそう。で、これでこう、だからこう。抱えて抱えて前に。で、その、西川のッとで。あ、こそうそう。こっちかと思いながら、顔だけ出しながら、布団の角から。ぶつかっていけないから。マでそんな。こっちじゃねえだろと思った。50を、 50メートルは歩いたことない。おばあちゃんの西川の無厚布団で。<laughs> そう、ね、や、歩いたなぁと一回休まなきゃってなった。やっぱり。<ー>やっぱり。で、一回、なんかその端のデパート商品度に一回置いて、<laughs> うん、あ、ちょっと疲れたなぁ、さすがにと思って。もう、<laughs> 敷いてちょっと寝ようかなっていうぐらい。<laughs> ああ、そう、そんな大変。で、じゃあ、チャット GPT も、ま、いかにしろやと思ってで別の調べ方したら、これやっぱ戻るじゃんと思って、やっぱ50ミリあっちじゃんと思って、ああ、間違いです。全く無駄足で、またこう、がい締めにして、顔、顔だけ出しながら、その結構、帰宅の時代に、ごめんなさいね、皆さんね、って思いながら、持って帰って、で、なんとか、はがいじ一回その車の、 フロントとか一回乗せたもん。ああ、もう、うん、うん、やっぱ歩いたーと思って。で、チャイルドシート、後部座席外して、お塩入れて、西川の布団入れて、わって持って帰って。で、奥さんついに買ったよ。やっぱ、なんか寝てみてよかった。俺ね、ソフトなね、耐圧分散を求めてで、敷いて、 で、子供が飛んだり跳ねたりするんだけども、うん、なんかちょっと高いものだから、ちょっとやめてって言いながら、まあそうだ、ね、まあまあ、気にね、テンション上がっちゃうからさ、ああいうので、あの、無圧、西川の無圧布団ね、子供じゃん、低学年だからさ、うんうん、ポコポコなってるところのスポンジをさ、うんうん、ちょっとだけ ちぎったときに、めちゃくちゃばあちゃんに怒られたな、って、記憶もあるから。同じ DNA の子供だから、この、ポコポコをちぎる DNA は入ってるから、あの、奥さんに、ちょっとシーツを外さんで、ポコポコ見せないでくれ、っつって。うん。ね体圧剛さだから、あれは。うん。かとか、まあ言いながら、寝てみて、なんかやっぱいいな、次の日、朝起きたらもう。いや、これまあだから、ちょっとね、なんかこんな、全然、本当 めちゃくちゃ腰良くなってたんですよ。ええー。ああ、じゃあ正解だったらそのマットレス。いや、よかった。すいやいや、よかったと思って,て、で、うん、2>, 2日目も寝て、うんうん、3日目もね。あじゃあ、正解だな。っていやー、腰がもう、みるみる良くなって、<ー>っていうのがあるんですよ。ほう<ー>。いやー、大谷信じてよかったーと思って。<laughs> <laughs> 結局ね。<laughs> うん。 結局そこなのはやっぱり,やっぱり、ね、大谷選手は間違いないな間違いない <laughs> 昨日の朝「ジップのね<う>生放送のその中継でおうおう愛媛に行ったんですよ行くね愛媛まあ行くねというかまあね愛媛でやるっていうから別にね自,分自主的にじゃないけどねお前そんなとこばっかり行ってんな そんなとこばっかってます、ね、愛媛でやるって、それに来てくれって言うから、まあ、それ、行ってね、うん、私がなんか、わーっとなって行っちゃったわけじゃないから。<laughs> で、まあ、愛媛でね、うん、うん、あのー、中継があって、それがもう、すごい、もう、すごい規模の。うんうん 私が今治っていうところでね、船乗って、なんか日の出見せますよ、なんつってで、三浦くんは松山の方で道後温泉からお送りして、番組の途中で、三浦くんがヘリ乗ってこっちに来るとかね、すごい規模で、もう愛媛、全体じゃないけども、お送りしたんですけど。で、スケジュールをね、見たら、 あのー、ま、あその生放送があって、もう9時で終わるから。うん、で、その後打ち上げがあって、うん、で、午後の飛行機で帰ってくる。というふうになってた。うん、で、ね、でもう前の日かな、あのー、石沢マネージャーに、聞いたのよ。うん、やっぱあの人、地方行くとね、うん、あのー、飛行機最終とかにしね、うん、飛行機とか進化最終とかにして、うん その、その土地を満喫して帰ってくるからいいじゃない。いいじゃない。で、今回もどうすなんか、うん、飛行機帰るのなんつって言ったら、あのー、今回あの泊まります。つって。泊まり泊まり泊まり言って泊まりこうなってて。あそうつって。で、スケジュール見たら私と同じスケジュールじゃないもちろんね。担当のマネージャーさんだからで、見たら今日ですよ。土曜日が、午後からだったのよ。うん、春日が。 まあ私もそうだし、だから石沢マネージャーもそうでしょ。うんうん、で、ね、で、その中継がね、金曜日は、ジップなったのに入ってなかったから、うん、あのー、9時に終わって、そっからなんか、ちょっとした、この、旅行というか、朝終わるからさ。うん、確かに。朝9時に終わって、次の日。あね<ー>午後だから、全然、時間を使えるわけですよ。もう一泊二日の旅行だ。一泊二日の旅行だな、<ー>よく考えてみる。い言ったけどね、俺が。<laughs> うん。爆二日の旅行だな、っんて思ったうん。数の勝負になるのか2回打ったから、私は二2回打ったから、私は。2、1だからね。勝ちでもい勝ち。申し訳ないけど。でね、で、はい、なんつって言って。気づかなかったな、それを。そのことを。うん。んで、確かにそうだなってなって。うん。で、なんかいろいろ聞いてたら、あの、石沢マネージャーのその、ばあちゃんが、 あの、愛媛の、に住んでるんだなるほど。でね。で、ばあちゃんと合流して、飯食って一緒に泊まって、みたいな。あなるへそ。うそれはいいね。つってばあちゃんも喜ぶだろうしね。東京に住んでるさ、窓がさ、地元来てんで、もう、私もそれだから、私も泊まりにしようと思って。久美クミさんにもな、なんとなくね。あの、土曜日って、 っていうのとど、どういう動きみたいなっつって。このね、こと。うん。そしたらなんか、うん、ま、夕方からなんちゃうかって。あ、それはじゃあ、春日がいなくても、まあまあまあ、まああれか、とか言って。うん。で、なんとなく許可を得て。ん。前の日ね。うん。で、自分でこう、ホテル取ってさ、松山、松山取った松山が一番のこの、繁華街っぽいからね。 で、そこでこう打ち上げとかもやるっていうかな番組で、松山の中でもうすっ探して、うん、夜中まで、うん。一番安いホテルを、うん、あの、予約しまして、うん。寝るだけだからさ、うん。別にいいやと思って、うん。5000円ぐらいのところがあったからね、うん。そこを予約して、うん。で、向かったのよ。うん。で、ジップのその生中継やって、はい。で、打ち上げだっつってこうね、もう何回放送、全面協力でさ、うん。 で、私はこのね、今治とかいた、島並海道。そのあたりにいたんだけど、その、三浦くんのチームとか、ないろんなチームが合わさったら、結構な人数なるほどなのよ。すごい 50?40? 結構な人数で。何回放送さんつって。いろいろ話して向こうのアナウンサーさんもね、何人かいて。で、話してたらなんか、一人の人が、あの、ドーム、ドームライブ、あの、チケット3時まで、3時まであったんだっけ ?4 時。 うん。全部、全部、外れちゃったんです。なんつって言われて。で、そういう人が、その、何回も何人もいて、みたいな、言っていただいてありがたいじゃん。うん。で、私も、ねうん。うっす。どうやってくんいやいやいや、もっとあるだろ。うっうん。いやいやいや、さすがによ。言ってね。うん。いや、だから、その、広がるじゃん。ライブビューイング行ってくれたんすかとか。ああ。 配信で見てくださったんすかと。なるその手があったね。うん。うん、私はもうその後に行きたいサウナのことで頭がいっぱいでさ。いやー、まあまあまあ。お前ってそうだからな。まあね。うん。うん。あれっす。また、次、あればいや感じ悪いだろうな。向こうから、向こうからしたら。 言ったんすよ勇気持って言ってくれたのにさ「うっし!」絶対もう応援したくないけど俺だったらそこまでうんそこまでから「うっす!」とか言いながらでね なんかそう、サウナのなんか話、私、そうね。ちょっと、なんか、松山の駅前にすごいなんかいいサウナがでかいさ。規模のでかいサウナあってさ。そこ行きたいなと思ってた、思ってて、その話したら、ああ、なんか、うん、僕も、あの、行きたいと思ってたんですよ。とか、その ZIP のスタッフさんとか。で、演者の子とかもね、言って。で、何人かで、そこのサウナ行くことになってさ。サウナ。打ち上げのね。終わってから。でも、泊まりは私だけなのよ。 で、他のね、メンバーは、その後の瓶で、帰るなんつって。うんうん、で、1時間ぐらいしかサウナ入れないなんつって言ってさ、うんうん、で、私も、あ、でもちょうどいいなと思って。うん、行きたかったんだけど、うん。だから他には松山城に登ってみたいとかさ、うん、私ね、そう、道後温泉の有名なのあるのよ。うん 日本で最初の温泉施設なのかななんかこう、最近になってこう、改修ようやくね、終わって歴史的なこの、だから坊ちゃんのさ、あれよ、舞台というか、小説のね、でそれなんか見てみたいと思って、そういうとこ行きたいで、いろいろ行きたいんで、あの、うまい店もね、うん。いろいろ調べてあったから、行きたい店も。あの、いろいろ結構なんだかんだで予定が詰まってるパンパンだったんだ。パンパンだったの、次の日帰るまで。うん。 で、あーじゃあちょうど1時間ぐらいだったらちょうどいいっつって言ってうん、うん、みんなで行って、うんで、もう堪能したのよ。うんうん、でそこが思ったより良くて。サウナ。サウナもなんか3種類があって、風呂もいっぱいあるし、うん、あと岩盤浴もなんか5種類ぐらいあったりとかして、うん、で漫画の数もすごいのよ。あ揃って漫画喫茶並みに揃っててさ、<ー>だから個室みたいになれる、なんか仕切られた、 横になれる。なんかスペースみたいなのもあって。で、ね、私はだから1時間ぐらいで、他のメンバー見送った後、結局そこに4時、5時間ぐらい行っちゃってさ。うんうんうん。よく、よかった。よかった。よく、心地が。気づいたらもう17時ぐらいなの。うん。で、え、結う、4時間も、四時間五時間ぐらい。入ってんのサウナとか、岩盤浴とかに。入ったり、うん。 出て漫漫画画読読んだ何ののむそこまで行って愛媛まで行って。いやなんかあのジャンプの漫画とか読んでなかったさあのなんか「剣」のやつなんだっけ流行ってるやつあるよねジャンプの漫画とかあと途中までしか読んでなかったやつがさばって揃ってたりするじゃんそれがあこんなにもうこんな出てんだっつって前漫画喫茶行ったって。 時にね、うんうん、ここまで止まってた感が、うんうん、こんな出てんだ、その写真。何の前、今週読んだ漫画のタイトル出てこないんだろうな。かぐら、かぐら鉢だ、かぐら鉢。とか、週末の、あの、なんとか戦うやつ。うん、あのに、人間と神が戦うやつあんのよ。<laughs> 人間代表結構。結構あるから。人間代、すごいんだよ、人間代表が。 お釈迦様とかさ、その人類のこの代表が出る。の。それとなんかこう、神が戦うのよ。ゼウス対、なんちゃらとかさ。まあまあいいわ、じゃあそれは。ねうんだ、こんな出てんだって気づいたら本当5時間ぐらいいてさ。もうかなりいたよね。かなりいて、もう外出て真っ暗なのよ。ああ、もうこうしちゃいらんね私に予定が詰まってたんだと思って。で、出てね。でもいくつかはしょんなきゃいけなくなるでしょいや、そうなのよ。 お城とかも走るも結局行けなかったんだけどさ。で、とりあえずもうホテルにあれはチェックインしなきゃいけないと思って。うん、で、ホテルの場所を調べたの。そしたらそのサウナから、うん、なんかね、路面電車走ってんのよ。うん、松山って。うん、路面電車いくつか行った、駅徒歩2分と書いてあったの。うんうんうん ねえ、結構遠い。松山って広いんだなぁと思って。ねんで、結構遠いなぁと思って。で、お店の場所、そのね、私がいくつか探し出した。焼き鳥とかなんかいろいろ食べた立ち飲みさんとか、いろいろ調べたら良さそうな地元の人が行きそうなね。なるほど。お店をね、いくつかピックしててさ。で、調べたら、なんかね、そのサウナの施設から、ホテルに、 向かう方向に、なんか、点在してたのよ。おちょうど。あ、ちょうど。うん。あらっ、つって、じゃあこれね、うん。ホテルまで、この、歩いていく、道すがら、うん。こう、いくつか、こう、チェックポイントみたいな感じで、うん。お店寄ってけばいいじゃないと。お思って、うん、そのグ、Google グマップで調べたら、30分ちょっとぐらいなの。 歩いて。じゃ予定を外さなくても行けちゃうぐらいの感じ。行けちゃうぞっつって。うん。んで、歩きながらさ、あのー、タツ屋さん寄って、うん。うん、とか、なんか食べて、焼き鳥屋さん寄って食べて、うん。うん。 なんかいろいろ、やりながら、うんうん。ホテルもあな、なんだその当たり前の話よ、もう。ついたのよ、2時間ぐらいかけて。え、じゃ焼き鳥屋さんでさ、声かけられちゃってとか、あるわけでしょない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 、それは。ない。うん。あれ、キャップかぶってさ、下向いてさ、うんバレないよ。バレない、下向いてこうやって、隣お客さんいたけど、うん隣、両隣、向かいとかいろいろいたけど、下向いてこうやって。 口をこう縦本当んだい大体まあまあ横にしちゃうとさいいってなっちゃうじゃん顔が面が出ちゃう焼き鳥屋で面が出ちゃう面が出ちゃうから縦にこう立ち込んで下にこうシュッてこう抜くうんそりゃそうだろ抜かないとね何だその当たり前の話抜かないと口を口から抜かないとこの咀嚼できないからね当たり前だろすっとこう抜いてとか入れたまま噛まねえだろ うん、で、一つのお店の滞在時間は短いのよ。うん、たくさん行きたいから。たくさん行かなきゃいけないから。せ、うん、しないね。ちょこちょこっと食べて、ちょこちょこっと。ゆっくりすりゃいいのにもっと。で、こう、点々として、うん、で、2時間ぐらいかけて、うん、19時過ぎぐらいかな、うん、ホテル着きましてね。 んで、まあ部屋入って。うん、部屋ももうシングル。もうベッドあって。うん、ちょっとした椅子があるぐらいの。ちっちゃいちっちゃい部屋よ。うん。かテレビもちっちゃいよ。でもいいのうん。寝るだけだから。うん、調べたところでしょ。でね、うん。部屋入ったから、そのリュック下ろすじゃないですか。うん,、うんうんうん、で、置いて。うん。なんだそれよ。<laughs> やっぱ置かないとね。リュックでなんか何もないよ。リュック下ろしただけね。うん、下ろしただけそれ別に。喋んなよ、そんなこと。<laughs> ちゃんと、ね、若林さん言ったら前かがみとかじゃん。ちゃんとリックだから、う背中に背負ってたやつを。当たお前だろ、なんで前で背負って歩いてんだよ、お前。その、電車の中じゃねえんだから。右肩からね。前電車じゃねえんだからよ。右肩抜いて。でもいいよ、お前。右肩抜かないと、下ろせないからね。右肩抜いて、左肩抜いて。だからでもいいわ、その、いらねえだろ、そこ、リュックを置いたところ首の後ろで輪になって。いらねえよ、そこで、お前。ちょっと上に上げてね、下に下ろしたわけですよ。いやいや、その、ちょっとやりすぎだよ、お前、それは。 <laughs> おいでね、あ,<ー>あの、テーブルの付けんど目に置いった<ー>冊子のね、うん、あの、ホテルの規約をね、うん、こうやって読んで。お前だけだよ、ね。<laughs> まずそれだから。<laughs> お前はもう中学の時、うん、カラオケボックス入った時から規約を読むからな、ね、お前。 やっぱね、その部屋を使わせてもらったら、ルールをね、この部屋はこの部屋の、このホテルはこのホテルのルールがある。まずルールを入れたルールを入れとかないと。台本がないとな。そう、台本がないと。ルールを入れとかないと。どう過ごしていいか分かんない。気づかるうちに、犯してしまうとね。本当はリュックを下ろしちゃいけないかもしれない。だからリュックを下ろす前に見なければいけなかったのかもわからない。そんなルールねえよ、お前。けども、と思ってこうね、ベッドの端に座りながらさ、さ、規約を読んでたの。 そしたらよ、あ,あ,あのー、結構下の方なんかあるのよ。終<あ>身、チェックアウト何時、うん、あのチェックイン何時、バーって、下の方に、うん、あの、無料で、うん、あのー、貸し出しの自転車がありますって書いてあったわけですで、これはいいと思って、あのね、うん その、一つ行けなかった定食屋さんがあって、その、松山の駅から、ホテルまでの間のルートのエリアになかった、離れてた定食屋さんがあって、これなんか路面電車乗っていかなきゃダメだっていうぐらい離れてるところがあって、そこはもう、うん ちょっともう、うん、今日もう無理だ、今回はと。思ってたのよ。うん、だからそこ行くともうガチャガチャになっちゃう。時間もかかる、うんうん、と思ったところに、うん、行けるぞと思って自転車借りれば。うん、いいね。何定食が目当てだったのそれはね、うん、あのなんかね、定食っていうよりも定食食べちゃうと腹パンパンになっちゃうから。うんうん 一品なんかもうほんと街の飲食屋さんで、ほんとなんかこう森、森がいいさ、うん、安くて、森、うん、が良くてな、何食べてもだから、ポークソテーとか生姜焼きとかさ、定食じゃねえから。ハンバークとかさ、なんこいつの話麻婆豆腐とかだ、いろいろ中華も洋食も、そんなカツ丼とか、い,っっいや、がある、 お店。あるのは分かったよ。うん。定食屋で分かっいい雰囲気だなーって、その食べるお店。目当てに行ったそこ行けるわーと思って。でもすぐフロントにさ、うん。電話かけてね。ルール内のことだからね。そう言っだから。カリって。大好きだから。貸してくれって言うんだから。うん。で、すぐ電話かけて。うん。で、ただ何であるか分かんない。うん。で、もしかしたら埋まってるかもわからんから。うん。もう、ばってかけて、あの、あのー、つって。うん。あの、自転車ってこれ、まだあの 使え、開いてますかねつったあ、1台開いてますよ。おお1台うん、今来ていただければ。うんうん。あのー、貸すことはできます。予約とかってできない。予約できないですね。つって言われて。じゃあもう今すぐ行かなきゃいけないと思ってさ。何時何時これはね、19、7時過ぎぐらい。いいね。いい時間なちょうどいいじゃん。そう。で、またさ、おろしたリュックを背負ってね。いらねえよ、そんなの。背負って。お前、そのリュック最後意味あんだろうな、こんだけ喋っといた。 え、なきゃダメなのかなこれ。当ただろうないや、出かけるから、外出るから行くから。そういう意味でね。そう、そういうことよ。で、しょってね、で、フロント行ってさ、そして自転車借りて、でも、自転車って、もう、ボロボロの人車電動でもないし、ギアもついてないね。まあな。もう、ボロボロの人転でもいいよ。風情があって。そう。で、自転車乗ってさ、そね。 うん。マップで調べて、ルートでこう行ったのよ。うんうんしたら結構かったんだよな二十分ぐらいかかって、チャリ、チャリで。うん。でもやっぱ楽しいね。知らない街で、自転車乗ってると。いいよね。なんか地元の人になったみたいな。はいはいはい。でなんか高校生とかとさ、すれ違うの。うん。来て、帰宅の。うん。でなんか別に違和感な向こうもさ、うん。違和感な普通のなんかおじさんとすれ違ったみたいな。うんうん。感じも見せ、あの、街に溶け込んでるわけですよ。うんうん。で、それで二十分ぐらい。 かけてついてさ、うん、したら思った通りのいい食堂でね。うん、もう結構お客さんも食飯時だったから入ってんだけど、うん、ど全員おじさん。 ああ、落ち着くね。負けた瞬間に、うわ、信用できる食堂だわ、と思って。最高だね。最高だぞ、つって。まだあるんだね、ちゃんとする。うん、ほんでテレビがね、ついてて、うん、それなんか見ながら、うん。んで、本棚も漫画とかも充実してんのよ。で、今週号のジャンプとかもあったりとかして、それスッと撮ってね、席ついてさ。 で、見て、で、なんか、こう、一品、二品頼んだのな、冷ややっこと、うん。やっこのね、なんか、辛、うん、なんか、うん、辛味噌、うん、なんちゃら、辛。冷ややっこに。冷ややっこに。韓国辛味噌、なんちゃら、百五150円、安いで、その、なんか、野菜炒めみたいな、やつに、なんか、豚バラ肉が、こう、6枚ぐらい乗ってて、すっごい盛りなんだけど、500円ちょっとみたいな、やつをね、いただいて。 いただいてさ。<laughs> 結構食ってんじゃねえよ、お前。乾杯その前まではってるけど。<laughs> 豆腐に置き換えた定食じゃ<う>ん。<laughs> お米をね。うん。でもうますぎてさ。ええ、いいなぁ。その野菜炒めみたいな。ソースというか、タレが。うん。なんか、あんま食べたことないような。焼肉のタレともまたちょっと違う。うん、じゃあわかんねえな。<laughs> 焼肉のタレよりなんだけど、エリアはそこなんだけど、なんか味わったことない。で、パッて見たら、あのー、このソース売ってますって書いてあったからさ。なるほど。うん、300円で。売りなんだな。うん。買って帰ってさ。おおー、そんな美味しいんだ。よかったリュック持ってきてーと思って。そんなに美味しい。そんなうまい、そんなあんまないから。なんかうまくてもあんまね、ドレッシングしったりするお店あるじゃん。レジで。あんまそんな買って帰ったらしない。買えよ。 だけど、松山まで来てね、こんだけうまいのあんま他で食べる味わえないだろう。チェーン店でもなかったし。ねで、それ買ってさ、で、帰ろうと思って。でね、あの、またこの自衛車のとこ行って、調べたの、ホテルまで。そしたら、なんかね、そのお店の先に、 ホテルとか逆方向よ。そのお店の先に、道後温泉あってさ、あれっつって、これいけんじゃないのかしらっつって。まだね、20時過ぎぐらい。2時半前ぐらいか。で、温泉のそのね、私が入りたかった、そのでっかい、シンボル的な、うん、ところが、 21時半ぐらいまでやってたの、ね、なるほど。あ、これ行けるじゃない行けるね。うんうんで、本当は次の日の朝市で行こうと思ってたんだけど、うんうん。それまたほら、ホテルから行かなきゃいけないから、うん。途中まで来てるみたいな感じってた、ね。なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。これはいいじゃないと思って。うんうん、うんうん。で、そっからね、自転車乗って道光線行ってさ。うん、陸所へおあ確かに。<laughs> うん、お店出てね。うん。 あ、リュックしろ、リュックをおろ、おろして。いや、いいよ、そこまで。にね。そこまで戻んなくていいよ。なんでリュック視点で見る物語なんだよ。新しいな。いや、意外とあるわ。リュックのこと忘れてたわ。うん。おしちゃって。うん。おいで、でもそっからでもね、うん、15分間、20分間、結構あるね。結構なんだかんだ言って、なんかわかんな、知らない道だったもう、ま 真っ暗うん。周り真っ暗の中ね、道後温泉、うん、ついてさ。うん、うん、結構混んでんの。ああ、人気だもんね。21時ぐらいだけど、っなんかそう、観光客の方とか、なんかからくり時計とかあったりとか、うん、そこの、うん、前に人わーって集まったりとかして。うんうん、でも、チャリなら私だけね。チャリで、ね、そこに。 行ってるやつなら一人もいない旅行の人が多いからね。うん。地元の人も別に何も行かないだろうね。ん。観光地だから。チャリンのやつ一人だけでさ、そのなんか東郷線わーっと回って。で、私が行きたかったそのシンボルのところもね、あってさ、なんかライトアップされて綺麗なのよ。うそこで、何枚も写真撮って、いろんなところで写真撮ってさ、で、あの風呂に入ったの。で、風呂から出て、 で、あ,ーあのリュックをね。リュックはもういいわ<の>風,呂風呂の感想なしかよこれ <laughs> 風呂はまあ風呂だなぁと思ってそれ何それ人形の中で言ってよそれ、うん、よそうね、してようんまあリュックを背負ってか帰ったんですよ <laughs> <laughs> 続いてはこちらのコーナー冷凍食品をレンジでチンするくらいのお時間お付き合いいただくコーナーです 我々が聞きたいテーマについてメールを送っていただきました。今回のテーマは芸能人の能力値です。えー、春日カのライフワークの某野球ゲームのように芸能人の能力値をランク付けしてもらいました。<い>ラジオネーム右サイドベンチ。三浦アナの能力値。うん、進行 S。生放送 S。<S うん、<S 愛嬌 S。<S うん、<S インスタ B。<laughs> 山里との相性。D そうだああ、確かになあ、揉めてる、も、ねはすごく面白いけど、二人で長時間はあんまり見たことないね。確かにそう言われてみるとね。正直無理そうだな、二人で長時間は。ああ、そう。二人と絡んでる若林さんは。なんか、ラジオネーム、はっとり三世。 ヘベレケ斎藤の能力値。チェダズぜの使用頻度 A。うん、チェダズぜの面白さ C。<laughs> チェダズぜのオンエア率 D。<laughs> そうだね。あんまり使われなかったって先週パフォーマンス悪いからね。<週>らね,ねえ。タイヤ1しか使われないから。そう、ね、<laughs> 何回やっても1ぐらいしか使わない <laughs> ラジオネーム持ち歩き。石原良純の能力値。 なんでだよ !S。<S うん、<S どうなってんだよ !S。<S うん、<S うるせえな !S。<S うん、<S 育ち。S, <S。そうなんだからね。ちめっちゃくちゃいいからね。うん。これどうなってんの面白いな。でもよくわ <laughs> ラジオネームブーメランチャンネル。オードリー・春日の能力値。うん、声のでかさ。 S, <S、うん。<S 足のでかさ。S。<S <う> <S 態度のでかさ。S。<S <laughs> <S 将来なりたかった職業。うん、P。<laughs> そうだね。テレビ番組のプロデューサーだからね。これちょっと、2コ、う、マ、ん、目で笑っちゃってたんだけど、うん、足のでかさ S。<S <laughs> それいる <laughs> ここはこれ足のデカさじゃなくてもよかった。<laughs> いやそ,それってかその話いらないく <laughs> ない足のデカさをチョイスすんのが面白かったな <laughs>、うん、ってでまめに来たよね。ああうん。ラジオネームはっとり3世「バイキング西村の能力値キャンプの知識 S」<S うん「<S キャンプ飯のうまさ S」<S うん「<S キャンプ飯で使うフライパンの大きさ XXL。でかいね。確かにね。巨大パエリア作るみたいな。<laughs> 確かに、確かにそうですよね。えー、ラジオネームハットリさんせマネージャー岡田の能力値。うん、高校時代の学力、自称 S。<S うん、<S 高校時代の足の速さ、自称 S。<S うん、<S お風呂。 D. そうね。あいつ風呂入んねえん苦手だから暑いからね。冷めんだよな泊まりの時。お大浴場あるよ、ここって言うと。あ、僕は風呂入んないっす毎回冷めろなこいつと思ってしょうがないね。暑いから。関係ないか、そっか、お前関係ねえのか、一番良かったメール、春日さん選んでください。そうだなどれだろうなうん。まあ、良かったよね。色々とね。うん。 うん、フライパンの大きさにしようかな。うん、なんかね。クセクセうん。えと、11月のプレゼントです。本当にうまい担々麺。お肉ジューシーピーマン肉詰め。三つ星プレートデミグラスハンバーグナポリタン。今川焼き抹茶クリーム。 以上の4種類入っていますそして今週このコーナーに応募してくれた税の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げますこちらは商品の発想をもって発表に変えさせていただきいいますというわけで次回のテーマも芸能人の能力値でお願いします詳細は公式エクセホームページでもご確認くださいメールアドレスは k w m a c o l o n i t p o n .com 日例の冷凍食品をお送りするので住所本名を念立して電話番号を忘れなく書いてください日例プレゼンツ オオーーードリーのオールナイト日本この番組は美味しい瞬間を届けたい日礼以上各社の協賛で東京・中大区予約所の日本放送「CareStation」に全国サ6局なんとお送りえでも春日の旅話って毎回スケジュールビチビチじゃねやっぱりこの存分に堪能したいからねだから得したいんだろうなせっかくで言ってるからせっかくだからってやっぱ絶対ある せっかくだからがテーマでだから久美さんとちょっともめるってさもね急ぐからああそうね詰めてうんだからだいぶだからこ子がね誕生してからだいぶ緩く一応こうやって予定では考えるけどここはしょろうとかそういうのはあるけど一人の時はもうフルになるから結局その飯食おうなんて思って5軒ぐらいいったもんね だからちょこちょこ食べてか焼き鳥や定食やんやつって卵料理だなんだっつっていやでもだからタクシー使わないとことかもななるべく得してそうなのよだってやっぱりね使っちゃったら何のために一番安いホテルを探して取ったのか分からんから自転車とお風呂でんか定食やってなんかあるんだろうなと思って聞いてたらんかいなんか やっとたどり着いたら「まあ風呂出て」みたいな,な緩急がすごかった、ね、やそうらだから旅なか気,候気候話で、ね、<ー>私が行った旅の,おうおうの記録をおこいやいや話になってな、ね、いなんか過剰書きの工程を言われてる感じなんだからなんか共感もゼロだしいやえー 行きた屋のとことかよかったけどでもお前っぽい旅の仕方がだ水口ちゃんの喧嘩になる旅のしかただお風呂で何かとかなかったの春日だとか無ちな。で自転車で帰ってきてなかったしそこに行ったっていうことをしたかったからあと5時間ぐらいほらフロっとサウナ入っちゃってるからさだかあんまんかあまいいやと思って。 なるほどててたあだから気持ちいいとかゆったりした時間とかじゃなくて「入った!」っ反応したっていう事実がスタンプラリーみたいのをセルフでやってるみたいな自転車で何かあったのかなとか思ってハラハラしながら間に合うかなって聞いてたら結構なんか風呂はジャッて出てって自転車もちゃんとフロントで帰る時間を言ってから出たんだけどその時間に帰ってねルールだからねルールだからね で次の日はどうしたの次飛行機に乗って帰ってきた、うんうん、もういいわもう <laughs> ミッィーちゃんこの後また夢でお会いしましょうアディオスクラウドに行って保して、うん、でそのトイレに行ってクラウドからおしっこを下ろしてくることとかできねえんだなーって思う時結構多いんだよねトイレでまだおしっこしてんのみたいな時代 <laughs> 皆さん、うん、今は私がおしっこしたの気づきましたか <laughs> オードリーカズずのおしっこクイズじゃん。何その番組 <laughs> いつおしっこしたいでしょうが <laughs> 好きな服着てますってやつが一人もいなかった。申し訳ないけど。おいパパ集合って言いたかった。 お小野山無地なわけです。そう言ってるさ、<laughs> 若林さん無地なんだから。いや、そんな冷笑やってんのかも。冷笑じゃない。いまだ冷笑ラジオやってるやついる。この中に。<laughs> 最初のやつがすごい恥ずかしいやん。<laughs> どうしますボスかぶりながら、うん、大谷さん進めて。 あ,あ、そうなんですか。<laughs> ごまかしたあれとかが正解が出てるのに。ああああなおなおいそれごまかして。ああああああもう一キロ出すなよま。スロットルをあげんなおま。いや店員さんの気持ちをね。さないお前が好きな、うん、失敗した人間が、うん、お前とナダルは失敗した人間が。<laughs> 部屋入ったからそのリュックを下ろすじゃん。うんうんうん。で置いて、うん。なんだそれや。<laughs> <laughs> 最後意味あんだろうなこんだけ喋っといた。 えなきゃだまた朝しあリュックをしょって、ねうん、やの帰ったんですよ。<laughs> <laughs>